皆さん、明けましておめでとうございます。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今年最初のですね、ブログはこれだけで業績は伸びますよというテーマでお届けいたします。昨年中にですね、このブログで紹介しようと思いながらも紹介できなかった記事がいくつかあります。忘れないうちにですね、紹介しておきたいと思っています。ぜひ来年のね、年末には実践してほしいなと思います。昨年のですね、12月29日ですね、午後3時から私は新潟駅前に出没していました。理由はですね、昼飲みの忘年会に出席するためです。この忘年会はですね、新潟のコンサル、いわゆるコンサルタント4人が大集合ということですね。まずお一人目はですね、ネットコンサルの横田さん。続いて、売れる話し方コンサルタントの小紫さん。3人目は、Facebook コンサルタントの内山さん。で、最後は私、長谷川。この4人がですね、集まりまして、昼飲み忘年会をやろうということになりました。で、こう、密かにですね、新潟駅前のですね、3代目でんでんという居酒屋に集まって忘年会をやったんですけども、この3代目でんでんはですね、午後2時から、昼飲みができる居酒屋です。この日で年内の仕事がもう最後っていう、おそらく会社なんでしょうね。そういう会社のサラリーマンとか OL がですね、4時過ぎぐらいからもうどんどん入店してですね、あっという間に店内は満席になってました。すごい集客力だなと思いました。さすがにですね、人通りの多い新潟駅の万代口前ですね、しっかりとですね、この人通りが多いので PR も忘れてはいません。居酒屋イコール午後5時、要は夕方からというですね、既成概念を覆すための工夫がいろいろとなされていました。さて、今日のですね、超地域密着マーケティングのポイントです。この3代目でんでんの店頭にはですね、とても大きな看板が設置してあります。店名よりもですね、数倍大きな看板です。で、その看板にはでは何が書いてあるんでしょうということですね。ですね、2時から昼飲みやってますという壁面のこの看板ですね、すごい大きな看板があるんです。しかもですね、下手くそな字です。手書き文字なんですね。そして道路には、置いてあるのが縦看板ですね。三角形の。そこにはこんなことが書いてあります。14時から20時の早得セット。飲み物が2杯。小鉢、おでん、刺身で1280円と書いてありました。このですね、店頭の看板につきましては、食べログの方でですね、ご覧いただくことができます。ブログをご覧の皆様は、こちらの食べログのリンクをぜひご覧ください。それにしてもですね、営業時間を訴求する看板で、これほど強烈な看板をあまり見かけることはありません。皆さんよく考えてほしいんです。この3代目でんでん、もしこの看板がなかったらということなんです。考えただけでもゾッとしますよね。まるっきり、昼飲みは集客できないと思います。これはですね、営業時間だけではありません。例えば、ランチをやっている飲食店ならば、ランチの上りとか看板がなければ、そこを通る人は気づくことはありません。さらにですね、人通りが少なくて立地条件の悪い店舗に至ってはですね、人通りの多い道路に、看板を設置する必要があります。看板の内容はですね、店の強みや他の店と違うところと、あとは店までの行き方ですね。まずは店の存在を知らせること。で、そのためには店の強みとか他の店とは違う差別化は何かというのが非常に重要なポイントになってきます。そして人通りの少ない立地ですから、分かりにくいところにあるはずです。ですから店までの行き方も、これも絶対必須となります。例えばこんな表現があるでしょう。この先左折400メートルとか、100メートル先を右折とか、まあ時々看板でこのようなことが書いてある看板があります。今回はですね、たまたま看板の話になりましたけども、ここに業績を伸ばすちょっとしたヒントがあります。中小零細企業ほどですね、なぜ集客に苦労するのか。確かにブランド力があるないという問題もあるでしょう。
答えですね、多くの人たちに認知されていないからという理由です。認知されてないということは、あなたの会社やお店を知っている人が少ないということですね。だから看板も上りも必要だということなんです。毎日あなたの会社やお店の目の前を何人の人が、そして何台の車が通り過ぎているでしょうか。その人たちの記憶に残るようなインパクトを与えているでしょうか。その人たちが足を止めたくなるような圧倒的な強みはあるでしょうか。以前もこれに似たような記事を書いたことがあります。刺激を与え続けるとという記事でした。こちらもですね、集客力を高める参考になりますので、ぜひご覧ください。今日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。